取り逃がした獣の巨人の行方を追っていた調査兵団はウォールローゼ郊外の城跡まで進出していた。古城か。ミケ分隊長、あれは。巨人にやられたんだな。あれ、でもなんで立体起動装置をつけてねえんだ。馬も殺されてる。巨人は馬に興味はないはずなのに。普通の巨人はそうだが、あの猿はどうだろうな。剣を抜け。え？巨人の群れが近づいてきている。それにあの巨人もいる。獣の巨人ですね。ああ、これはチャンスだ。ここで決着をつける。レミア班出発しました。うまく別動班が逃げ道を封鎖してくれれば、ここで獣の巨人を仕留められ。だっていよいよこの進撃モードもラストに近づいてきました。終章第4章、城壁の戦い、なんだっけ。俺たちは奴らをこの城跡に誘い寄せる。わお、はい、安定のリヴァイ最強。強弁なんだらしい。苦戦してやがる。俺の敵じゃ。いいね、余裕。巨人の投石だ。潰されないように気をつけろ。投石もう来たか。よし、コニー助けよう。急いで物資を運ぶんだ。物資を運ばなきゃいけねえってのに、巨人が邪魔すぎる。見え見え見えないけど勝てる。救援よ。物資はできねえ。強いな、リヴァイ。ちょやった。これで物資を運べるな。よくやってくれた。物資を運んで補給地点を作るぞ。すげえ巨人の数。あの投石をどうにかしねえとな。誰か手の空いてる奴がいれば。さあ、わ、こんなところで死ぬわけにはいかねえだろう。ライナー、一緒に故郷へ帰るんだ。面白い暮らしやがる。おとなしくして、おとなしくして。すげえリヴァイね、5連撃できるようになったのもね、もうヤバすぎ。見えなくて狭い。狭い狭い。俺がおとりになって投石を引きつけます。その間に他の巨人を片付けてもらえますか。獣の巨人め、そんな石転がらだるか。当てられるもんなら当ててみやがれ。すごい、獣の巨人投石をライナーに集中。またお前はそうやって真っ先に。ライナー死ぬなよ。巨人多数、さらに接近中。このままでは守りきれません。いや、どうやら間に合ったらしい。エンル、お待たせ。今包囲班を展開中だよ。あとは南東と南西の道を封鎖しないと。道の封鎖を支援しろ。獲物の巨
巨人が気づく前に退路を断つ。目標地点制圧し、獣の巨人の退路を封鎖せよ。救援以来だ。苦戦してやがるか。上の方がいつになったら達成される。これバグじゃね。上のいつ終わるの。上の救援が終了しないんだけど。ありがとうございます。このご恩はいつか必ず。よし、用意できたね。ホイハン、展開するよ。面白い奴がしやがった。ゲイ。邪魔するな。容赦しない。エレン、感謝します。次は包囲班の出番です。早く包囲を展開するわよ。補給班もやるよ。ゲイ、上のやつはなんで終了しないの。巨人が邪魔だな。さっさと駆逐して包囲班の展開を急がねえと。よう、やったぞ。これで包囲網を広げられる。包囲班展開。おのおの配置を確認せよ。いや、もうやったきた。ユミルが巨人に狙われてる。私が助けないと。やっと上のもんが助かったけどよ。私なんか身の危険にさらすの。気にしないで。これは自分のためでもあるの。無事でよかった。狙いが合ってきやがった。これ以上は投石を引きつけられねえな。ライナーが出たね。このままじゃ味方が展開できねえ。早く巨人をやっちまわねえと。おとなしくしてよ。えい。助かりました。おかげで僕は確保できましたね。よし、急ぎ迎撃態勢を整えろ。防衛線をやめられるな。今のうちに最終討伐対象出現。また会ったね。助かった。あとは奴のみか。緊急出てない。現れたね、獣の巨人。今日という今日は倒させてもらうよ。今度こそ獣の巨人を討伐するぞ。緊急出るよね、多分。ジャン、落ち着けよ。来た、このいい感じの BGM。 てめえの剣全部燃やして、その後でうなじを削いでやる。私が守るから。う
うわ、中型の巨人すげえいっぱい来た。また新手の巨人です。複数体接近してきます。あれを倒さないと緊急出ないんだ。出やがって来た、緊急討伐。この BGM も盛り上がる。緊急討伐。あの巨人は神兵の手に余る。波の巨人より少し手間取ったで抑えるやつか。また無駄だろ。かっこいい。しかし終わんないぞ。わお、くそ、獣の巨人を逃がしたか。鎧の巨人接近、全員体勢を整えろ。獣の巨人を仕留めるのは諦める。今は目の前の鎧の巨人に集中しろ。くらえや。巨人が現れるとは、結局何も分からずじまいだ。